なのか初めてじゃないのか分かんないぐらいなんか顔見知りばっかりで、今日は2年ぶりの京都なんですけれど、本当にありがとうございます。いらっしゃってくださいまして、マジックを皆さんに楽しんでいただこうと思います。今日はね、なんちゃってマジシャンということでミスターキラリさん来ていただいております。なかなかね、マジックを間近で見るっていう機会はね、あまりありませんので、どんな種になってるかななんていうのを想像しながら見ていただくのもいいですし、純粋に、ね、驚いていただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは参りましょう。皆さんステージの方にご注目ください。皆さんこんばんは。今ご紹介に預かりました、なんちゃってマジシャンの、ミスターキラリと申します。よろしくお願いします。どなたかライターをお持ちの方いらっしゃいますか？ライターをお持ちの方、ちょっと前で気につけていただいて、これよく見てください。何でしょうか、はい、一瞬なんでいきますよ。で、鳩が出てきました。飲食店なんで本物をちょっと飛ばすとまずいかなと思って、今日はこれぐらいにしときました。続きまして、ここにこういう3枚のカードがあるんですけど、ちょっとお手伝いいいですか。前出てきていただいて、真ん中の方が真ん中スペード、はい、真ん中、はい、水このまま、はい、もう2枚残りました、スペードですね、そのまましてください。で、もう一方お手伝いいいですか。ここにも3枚あるんですけど、こういう3枚真ん中、何ですか。ハートを引いてください。で、同じようにこう2枚残りました。それは何でした。スピードでした。こちらはハート、間違いないです。はい、そしたら一斉にこう上げてみてください。ワン、ツー、スリー、ゴー。後でサインもらってください。はい、気持ちが通じました。ありがとうございます。あ、どうぞ、はい、あとサインもらってください。はい、なんちゃってなんでね、ちょっと皆さんのご協力が必要で、また1000円持ってる方いらっしゃいますか。1000円、あ、ちょっと前に。で、これ中身入れてください。で、入れてもらって、で、ここにチャップがあるんで、チャップを閉めていただいて、はい、ここに1000円入れてください。いいですか。そしたら、はい、手だけ入れて抜いてください。あ、どうもありがとう。はい、それ1000円でお売りしますんで、どうぞ お持ち帰りください。それじゃ納得しないですよね。はい、ここへ入れてください。いいですか。おお、増えました。それ1000円でお売りしますんで、子供ビンゴですけれども。
枚数が4枚に増えましたんで、それじゃダメですかね、それじゃ納得しないですね。そしたら最後にもっぺん、はい、1000円買ったやつ戻りました、ありがとうございます。そしたら最後に、これもちょっとお手伝いいただきたいんですけれども、これよく見てください、中入ってますか、手突っ込んでもらって結構です、大丈夫です。これね、おまじないをこうパチンとかけるとなるから、いいですか、でもペンおまじないをポンと言うと、さすがにもうじゃないですかね、なんちゃってなんで、まあ、この辺で勘弁してもらいましょう。はい、ありがとうございました。この後、私はなんちゃってなんですけど、あのプロのマジシャンがきちんと準備をされてますんで、はい、なぜかそのプロの前の前座をさせていただくことになりまして、ちょっと場違いの場所に呼んでいただいたような形になりましたけれども、ありがとうございました。はい、ボモツ勝美さんでした。楽しいですよね。さあ続きまして、京都が生んだ尺八の名人、尺八大魔人の晩さんが今日は来てくれてますので、なんと今からマジックと尺八のコラボ、これあの世界的に見てもありません、まだ今日初めてです、さっき楽屋で決めたんですけど、ちょっと来てください。はい、晩栄翔さんです。彼はですね、僕と一緒にあの、はい、BBC、 皆さん見たことあります、 BBC 放送、イギリスの国営放送ではありませんよ、そっちも出たことあります、放送、あ、出たの、何回も出ます、ほんまに、はい、初めて聞いたよ。あのね、琵琶湖放送にあの一緒によって出るんですけど、京都の方は琵琶湖放送映りませんので誰も知りません。見たことありま